ジェフ・ニュートンこと、ジェフリー・ハッサン・ニュートーンは、アメリカ合衆国のプロバスケットボール選手、ジョージア州アトランタ出身。2005年に、BJ リーグの大阪エベッサに加入し、BJ リーグ2005から06シーズンから、BJ リーグ2007から08シーズンまでのリーグ3、連覇に貢献。BJ リーグ2008から09シーズンには、同じく、 BJ リーグの琉球ゴールデンキングスに移籍し、レギュラーシーズンとプレイオフ両方の MVP に選ばれ、琉球のリーグ初優勝の原動力となった。その後も BJ リーグ2011から12シーズン、BJ リーグ2013から14で優勝し、BJ リーグでは、計6度の優勝を経験した。2013から14シーズンを最後に現役を引退。背番号50は、 琉球の永久欠番となった。現役時代の身長は205センチメートル、体重は102キログラムで、ポジションはパワーフォワード、センター。地元のメイズ高校を卒業後、インディアナ大学に4年間在籍し、ジャレット・ジェフリーズ、ブレーシー・ライトラとプレー、2002年のファイナル4進出に貢献した。翌シーズンに平均14.9得点。 8にリバウンドと成績を伸ばしたが2003年の NBA ドラフトでは指名を得られなかった2003年から2005年までレブ・ウェルバーでプレーした後大学の先輩であり同僚のリン・ワシントンに誘われ2005年に BJ リーグの大阪・ウェッサに入団2005から06シーズンから2007から08シーズンまで最多ブロックショットのタイトルを3シーズン連続して 獲得し、大阪の3連覇に貢献した。しかし、サラリーキャップ制度を導入していた BJ リーグにおいて、活躍により、年俸が高騰したニュートンと大阪との契約継続は困難となり、2007から08シーズン終了後、ニュートンは琉球ゴールデンキングスに移籍することになった。2007から08シーズンに、 BJ リーグに参入した琉球は初年度を10勝34敗の再位で終えており、ニュートンはチームを立て直すための中心として、新たにヘッドコーチに就任したオケタニと共に位置づけられた。なおこの時、ニュートンは個人的に信仰のあったアンソニー・マクヘンリーの入団も希望し、受け入れられた。BJ リーグ二千八から零9シーズン、それまでのセンターからパワーフォワードに、 コンバートされたニュートンは、レギュラーシーズン50試合すべてに先発出場し、1試合平均17.92得点を記録。出場時間は、リーグ5位となる1844分を数えた。琉球は41勝11敗で、ウエスタイカンファレンス1位となり、ニュートンは、レギュラーシーズンの MVP に選ばれた。またこのシーズンのプレーオフ、ウスイカンファレンスファイナルでは、 大阪へベッサはを相手に第4クォーター残り8分49秒の時点で17点差をつけられたが、ニュートンはこのクォーターだけで20点を奪い、琉球は逆転勝利を収めた。続くファイナルでも琉球は東京アパッチを破りリーグ優勝を果たす。ニュートンは大阪戦で50得点、19リバウンドの成績を残したことなどを評価され、プレイオフの MVP も受賞した。 BJ リーグ2009から10シーズン、琉球に残留したニュートンだったが、肩の故障により一時帰国を余儀なくされる。この影響で出場試合数は33に減少。1試合あたりの平均得点も14.9に減少した。BJ リーグ2010から11シーズンもニュートンは琉球と契約し、49試合に出場。平均得点は12.4。 リバウンドはリーグ6位となる平均10.8の記録を残した。BJ リーグ2011から12シーズン、ニュートンは琉球との契約を継続した。このシーズンは51試合に出場、リーグ9位となる1試合平均9.9リバウンドを上げた。BJ リーグ2012から13シーズン、琉球に残留したニュートンは、 シーズン途中の3月に、左膝半月板の手術を受け、治療のため8試合を欠場した。このシーズンは41試合に出場、平均9.1得点を挙げた。BJ リーグ2013から14シーズン、琉球での6シーズン目を迎えたニュートンだったが、このシーズンはスターティングメンバーから外れることになる。チームは3度目のリーグ優勝を果たしたものの、 ニュートンの出場時間は1試合あたり22.0分、平均得点も同4.2と、いずれも日本でのキャリアの中で最低だった。シーズン終了後、琉球はニュートンとの契約を更新しないことを決める。ニュートンは現役続行を希望し、代理人が複数のクラブと接触したものの、移籍には至らず、ニュートンは現役引退を決めた。 永久決番となっている背番号50引退後、ニュートンはバスケットボールに関連する職に就くことを望まず、違う分野の職に就いた。2015年10月、琉球はニュートンの背番号50を永久決番にすることを決め、11月8日に沖縄市体育館で行われたライジング福岡戦に、ニュートンを招きセレモニーを行った。ありがとうございます。